OK、じゃあ、なので、指をどういうことかな。キーも上げ下ろしの、その物理的なこう時間がかかるじゃないですか。多分ね、それを超えた速度で操作しようとしてるんだと思います。だからこう光の速さでこうコマ送りみたいな感じですね。なので、この音からこの音へっていうのは、音の移り変わりもあるんだけど、キーの状態の移り変わりがあって、それを実現する指の各関節の動きがあって、もっとね、モニョモニョモニョとした複雑なものか。で、そのイメージで最後吹いてみましょう。ここからね。クラシックの音色っていうものがあるんだとしたら、多分それってアナログ楽器で人間が生身を使って出してる音っていうのが結構ポイントだと思うので、間の音っていうのがいっぱい入るんですよ、実は。なんか僕は中高生の頃あんまり聞かなかったけど、最近学校吹奏楽部で一回でよく子供たちが言ってるのを聞くのが、スラーのところで間の音が入らないようにしたいって言うんだけど、名人の演奏を聞くと間の音がめっちゃ入るから綺麗につながって、まあ倍音の移り変わりとかですね、ウワンって変わったりとか、ドゥルルンって変わったり、ポルタメントみたいな。けど譜面上書いてないから、それが起きたらダメなんだって思い込んでるのか、言われるのか、分かってない人にね 言われるのかみたいな、こう間のものを全部こうなしにしようっていう、まあ、ちょっとデジタルな感覚かもしれないですけど、まあ、アナログなので、キー自体もこうなってるのからこうなってるので移動があるので、ちょっとそれをイメージ、それ計算に入れとくと、まあ多分手の力は結構抜けたんじゃないかな。そんなとこですね。今日はもうあっという間ですけど、時間ですので、よろしいでしょうか。